吉田さん、いいじゃないですか。情報商材バイブル売れてるんですね。で、アマゾンのアソシエイトもなかなかいいですね。やっぱり今の時代ね、どう集客するかってところにビジネスは大きく移ってきたと思うんですよ。どんな商品を作るなとか、どういうサービスを提供するのかとかっていうのはもう時代が過ぎてですね、そうではないと、どういうふうに人を集めてくるのかっていう世界になったと思うんですよね。で、昔ね、天命の基金とか天保の大基金ってあったと思うんですよ。要するに基金といって、いろんなね、病気とか疫病とか、それからカンカン照りが来て、日照りが続いて、食物が全国的に育たなくなっちゃったっていうことがあったと思うんですよね。でもそんな中でも、なんかね、儲かる商売っていうのがあったわけですよ。それは例えばね、人買いですとかね、なんか今では許されませんけども、金貸しですとかね、そういったものは流行ったんですよね。要するに収穫が見込めないのに暮らしていかなくちゃいけないときにお金を借りないとやっていけないんですよね。収穫物がないわけですから。ですから飢饉が起きた後っていうのはまさに飢饉ですよね。お金の飢饉の方になっちゃいますけども、お金を貸す人が儲かるみたいな仕組みがあって、要するに両替商っていうのが新しい時代の商売っていう風になったんですよね。そしてまあ今時代が変わって昭和平成令和となってきて、今ね、農作物を作ってる人はいないんですけども、例えば工業製品とかそれからサービスとか、そういったものを作ってる人っていうのが当時の農作物を作ってきたに相当するとしたらですね、今感染症がドバーッとね、先の見えない、ような感じで第2波第3波っていうふうに言われてる中で、今飢饉が起きてるわけですよ。で、飢饉が起きてる時にじゃあどんな商売がねうまくいくのか、店舗とか会社ってのは要するに前時代的なビジネスなんで結構今苦しいと思うんですよね。まさに飢饉で干上がってる状態です。でもそんな時にもものすごく儲かってる商売は何かっていうと集客する商売なんですよね。で、集客する商売で一番まあ割がいいのはインターネットを使って集客する商売なのかなと思いますんで、今インターネット需要が急増してるんですよね。今までインターネットに取り組んだことがない人ですらインターネットの世界に入ってきたりとか、インターネットのサービスを受けたりとか、ネットビジネスやってみたりとかね、そういうことになるわけですよ。でももうすでに5年前、10年前、15年前から始めてきた人っていうのはまさに網を張って待ち構えてる状態なんで、ものすごくインターネットビジネスに参入する方に提供するものが多いっていう状態ですよね。しかも YouTube で発信していれば誰かしら検索してたどり着いてくれるっていう形です。ですから今の時代、資格を取ったりとかね、どっか学校に行って勉強するなんていう時間があるぐらいだったら早く集客を覚えた方がいいなと。というのが、小中高大学まで行っても集客を教える学校っていうのはないわけですよね。で、すごく集客とかインターネットを使って YouTube で発信するってことが求められているのに、それに抵抗感ばっかりあって、誰一人ね、誰一人と言ったら大げさですけども、誰も集客の効果とか YouTube の効果を教える人がいないってことなんですよね。で、そう考えると私はね、本当にインターネットで稼いでる人ばっかり見てるわけですよ、私の景色っていうのはね。で、世の中が大不況だっていうふうなのはよくわかるんですよ、数字を捉えてみれば。でもそれは逆に言うとですね、みんなで駄菓子を売ってるか麺粉を売ってるかみたいな世界なのかなと思っちゃうんですよ。今の時代、駄菓子を売ったり麺粉を売ったりとかして儲かるって信じてる人はあまりないと思うんですけども、どうもね、時代が変わって今インターネットを使った YouTube を中心とした商売をするしかないのに、それをせずにね、相変わらず飲食店をやってみたりとか、会社経営をしてみたりとかね、なんか母体の大きなことやってみたりとか、製造をやってみたりとか、もちろんそういうのが全部ダメってわけじゃないんですけども、あまりにもバランスが悪いって多すぎるんですよね、提供者が。で、提供者が少ないのが情報発信をしてる人はすごい少ないんですよ、まあ、ですんで、もう一日も早くね、情報発信の世界に入ってきたりとか YouTube の世界に入ってきて、そこで確固たる地位をね、確立してほしいなと思いますね。そうすると Amazon のアソシエイトが聞いたりとか、自分の出版物がね、本屋にも並んでないのに高値をつけたりってする世界に飛び込んでくれるんではないかなと思います。あ、ちなみに最近ね、知ったんですけど、吉谷さん、ブックオフがね、ないんですよ、近所に。いつの間にか何店舗もあったのに1店舗もなくなりましたね。私の目の届く範囲で古本屋で検索したら1店舗しか当たらなくなってきました。要するに私の地域では古本屋は1店舗でバランスしたってことなんでしょうね、きっとね。はい、ということでこういう本買ってみました。駄菓子10円ゲームね、駄菓子屋ゲーム博物館のこのね、昔懐かしい昭和の駄菓子屋さんにあった10円玉弾いてね、楽しむゲームの本でございます。この駄菓子屋ゲーム博物館、東京にあるらしいんですけども、店頭売り上げは多分ね、あんまり売れてないと思うんですよ。
でも YouTube で地道に発信する中でこの本は売れてるんですよね。ビジネスモデルが変わったってことなんじゃないですかね。例えばね、この本を例えば1000円で買うとするじゃないですか。でもこの駄菓子屋ゲーム博物館に行って1000円分ゲームするのはすごく大変ですよ。だって100回しないといけないですからね。とてもじゃないですけどできないと思うんですよ。それだったら本をポンとね、地方から買って現場には行かないんだけども売り上げを支持するって形になるのかなと思います、ね、だから店舗に集客する時代っていうのはもうね終わったんですよね。はっきり言って店舗はいらないと思うんですよ。店舗をショールームにして店舗での売り上げを見込まないっていうビジネスモデルならいいんですけども、店舗で売り上げが上がらないとやっていけないっていうビジネスは今本当ソーシャルディスタンスとか言われてきついですね、うん、ということでいってらっしゃい。